何かを奪われた時、自らの弱さを知った時、人は力を求める。この物語は二振りの剣を追い求める者たちの物語である。これがソウルエッジ。待っていたぞ。力が欲しいのであろう。何かを失う恐怖に抗う力が。もしお前に失ったものがあるのなら、失いたくない何かがあるのなら、我を取れ。Soul Calibur Legends。これまでにはない全く新しいソウルキャリバーが誕生。さまざまなクエストが待ち受ける冒険へと旅立てる。Wiiリモコンとヌンチャクによって生まれた臨場感あふれる体験剣撃アクション。リモコンを剣に見立て、多種多様な攻撃を思うがままに繰り出せる。邪剣によって生み出された怪物たちが行く手を阻む。そしてシリーズおなじみのキャラクターたちも多数登場する。どきなさい。キャラクターを使いこなし、クエストを攻略しろ。行くぞ。サンズの皮。さまざまなクエストを2人でプレイするパーティーモードも収録。ジャに見せられ破滅を行くか。この世界に魔性がこれほど。弱い奴はそれ。苦しみは一瞬だけよ。帝国の命運など俺には関係ない。ソウルエッジの破片を集め復活させる。ソウルエッジ、我が手に帰れ。逃がさん、我が逃げ。俺にもっと力があれば。俺は負けろ。アジの世界へ帰りなさい。さあ行こうか。を倒して私は。ソウルエッジとソウルキャリバー、物語を紡ぐ伝説の剣とともに、歴史に選ばれて人は戦士となり、歴史に刻まれて戦士は英雄となる。 Wii 専用ソフト、ソウルキャリバーレジェンズ、12月発売予定。二つの剣の物語が今始まる。